ちに待った、はい、3年ぶりの4年ぶりです。4年ぶり4年ぶりの、はい、川渡り北の人道祭に来ました。はい、イエーイ。ということでですね、私たちの地元田川市では福岡で中でも有名な川渡り人工祭っていうお祭りをやっております、はい、でずっとコロナでね、なかったんですけど、うん、そう5年ぶりに、ね、そう、はい、やっと開催されたということで、はい、来ました。今回は、また、うん、また今回は、おげんはお休みになるんで、はい、私とタヤンとカメラマンのお兄で3人で、はい、紹介をいろいろしていこうと思います。で、見せば食べる。やったじゃあ食べて、うん、紹介していきながら、うん、楽しくやっていこうと思います。はい、それではバリバリやっていきましょう。いやー、紅玉。今回はちょっとアフレコで川渡り人工祭のことを解説していきたいと思います。うえー、はい、ということでですね、はい、川渡り人工祭、はい、何のお祭りか知ってますか？何のお祭りか、うん、なんか毎年雨が降ってるので、なんか雨の祭りっていうのは知ってるんですけど、うん、なんか田んぼとかなんか裕福にさせるような、なんかそういうやつなんかなみたいな語彙力思ってるんですけど、違うんですか？調べたところ、はい、460年前ぐらいですね、はい、この板町に疫病が流行ったと。おう、疫病、はい、その時に氏神である富士八幡宮の神社でですね、うんうんうん、その、収束を祈願して、収束ね。そうそう、普段をね、うん、奉納されたことに対して、うんうんうん、のお祭り、ね、ありがとや、ありがとうございますって、お礼の祭りなんや、じゃあ、になってるらしいですね。すごい。ね、ってことで、山笠共演会がそろそろ始まるということで、見ていきましょう。はい。それでは、皆様、元気よく、カウントダウン、ご唱和お願いいたします。それでは、行きましょう。3、2、1、0! はい、このおみこしですね、はい、なんと11台の山笠がいるみたいで、はい、でこの山笠、うん、なんと1つ約2トンはあると言われてます、うん、知ってます。めっちゃ重くないですか？いやいや、重たいと思いますよね、めちゃくちゃすごいよね、うん、やっぱね、この2トンの山笠を押す男たち、うん、かっこよさよね。いや、間違いない。本当にかっこいいと思う。どんなおっさんでもイケメンに見える。はい、このバレン、うん、それぞれ色がいろいろあるんですけど、うん、白、赤、うん、青、うん、黄色、うん、緑がだいたい主流で、うんうんうん、でもそれに地区によってまた違う色が足したりとかいう、うん、なるほど、こう地区地区でそれぞれ作られてるらしいですね。確かに全然青と白やったりとかね、うん、今見てるのとか ね、 ね、カラフルないっぱい使われてるのもある。全然違いますね、うん、地区ごとによって、うん、こだわりがあるらしいですよ、作るものに。なるほど、うん、はい、人工祭の2日間の流れをちょっと軽く説明していこうと思います、はいはい、まず1日目。1日目はですね、はい、まず格納庫から、はい、まあね、いろんなご近所さんを練り歩いて、はい、ね、あの板の商店街の前にまず行きますね。あの板駅の前かな、はい、に集まって、うん、でそこで山笠の傘を開きます。このね、キラキラアーチバレンね。そう、バレンを開いて、うわ、風船すっげえ風船すげえな、ね、すごいね。で、まあこの傘を開いた後に、川の中に今ね、入ってるように、うん、川の中に入るんですけど、川の中入った後は、武徳天という山を止めて、ライトアップすると、夜は。うん。感じでございますと。はい。はい。終わりです。それで1日で終わりです。はい、終わりです。2日目ですね。はい。はい、また、次は、その武徳天から、また川に、みんなそれぞれね、地区ごとに入っていきます。で、また、川の中を練り歩いて、で、また、板駅前にです。集合するんですよ。うん、で、このバレンを、もう倒して、うん、直して、うん、で、それぞれの地区にまた帰っていくというね、うん、ことをしていくんですけど、うん、そ
そう、それも子供たちがね、地区の子供たちがまた引っ張って入ったりとかするんですけど、うちらもしたことあるよね。あります。なんか私は横上で乗ったことがあります。ね。ずっと乗ってたんで。はい。そんな感じの2日間でございます。はい。はい。ビニ玉。さあ、始まりました。銀行祭。今回はね、あの4年ぶりということで、しかも高まっていい感じで。生まれた時から私たち下井立目でございまして、今回、はい、一番山です。一番山です。です。で、インタビューさせてもらうことになりました。4年ぶり。やっぱ最高ですね。この祭りがないとやっぱ佐賀じゃない。そういうことかね。意気込みを。やっとだけでいいかな。やる気が。いや、明日朝起きたらもう一回やる気になるんですよ。もうお風呂に入ってみたい。結構飲みました。いや、まだちょっとプロテインちょっとしか持ってない。プロテイン。中はね、プロテインです、ね。あ、イッキが見てみたいですね。イッキがいた。イッキも絶対に。これ煽るんだけど無理やけね。ありがとうございます。ありがとうございます。いやいや。はい、1日目の最後ですね。めちゃくちゃ綺麗ですね。うん、11台の山笠に電飾を飾りつけてね。はい、めちゃくちゃ映えですね。人の多さ、本当めちゃくちゃ多いですね。やばい。それを見にみんな来るんでしょうね。こうやって1日が終わっていくと、はい、感じでございます。まあね、良ければ皆さんも機会があれば、はい、ぜひ見に来てください。ぜひお待ちしております。はい、この動画がいいと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。バイバーイ。